こんにちは。糖尿病内科医の山村そうです。今回はいつの間にか全身を蝕む怖い糖尿病合併症について考えていきましょう。そもそも糖尿病自体ではほとんど症状はありません。無症状です。もしも喉が渇く、トイレが近い、体重が減ってしまっているという状況があれば、それは体が発している緊急事態のサインです。すぐに病院を受診しましょう。ほとんどの糖尿病は無症状なんですが、気づかないうちに全身を蝕む様々な合併症が発症します。最も有名な合併症、最小血管合併症と呼ばれるもので、しめじで患者さんにも覚えてもらっています。しめじのし、神経障害、しめじの目、目の裏側のスクリーンの部分、網膜にある細い血管が傷ついて生じる網膜症、また腎臓の細い血管が傷ついて腎症を生じます。他にも糖尿病の合併症として動脈硬化性疾患があります。えのきの頭文字で覚えてもらうと覚えやすいでしょう。一つ目がエソ、末梢動脈疾患と呼ばれるものです。二つ目が脳梗塞、脳卒中、脳出血といった脳血管障害です。気は狭心症、心筋梗塞といった心臓の周りの細い血管が詰まってしまうような障害です。他にも糖尿病の合併症として、こが2で覚えてもらいやすい合併症があります。骨粗鬆症、がん、に認知症です。これらも糖尿病でない人に比べて糖尿病の方の発症リスクが高いとされています。まとめです。ほとんどの糖尿病は無症状ですが、いつの間にか合併症が進行することがあります。しめじ、えのき、こがにで覚えていただいた合併症に留意して、我々も糖尿病の診療に当たっていきたいものです。